警察ですよ。警察ですよ。警察が来ましたよ。おはよう。眠たそうにしてたな。昨日の夜もね、僕眠たかったですけどね、多分昨日の夜の動画を見返すとすごく眠たそうな顔をしてたんじゃないかなと思います。さあ、ジュースでも飲もうかな。はい、じゃあですね、7日目、6日目は極上兄さんと一緒に過ごしましたが、今ね、時間が7時ぐらいなのかな、7時半ぐらいなんですけども、これから、今度はね、埼玉県に向かって出発しようかなと思います。で、横には極上兄さんが。ありがとうございました、本当に。いや、ありがとう、こちらこそ。いや、会えてよかったですね。え、次は何年後か。はい、うん、いや、近々会いましょうよ、そんな。そうだね、なんて言わないで。近く、来年とか今年中にまた会えたら、はい、会いましょう、うん、ということで。あと何日間ですか、旅は、続くのは。あとは6日、5日。6日だね、6日のはず。6日ですね、うん、頑張ってください。はい、ありがとう。じゃあまた。はい、またまた。はい、じゃあね。ありがとうございました、楽しかったです。 ありがとう、俺も楽しかった。じゃあねー。はい、そういうことでですね、道の駅川又、お邪魔しました。極上兄さんとですね、久しぶりに会えたので、やっぱ嬉しかったですね。で、昔の話、今の話、両方できたんですごく有意義な時間でした。さあ、ということでね、これからは埼玉県向かいますけれども、これから6時間半ぐらいですか。頑張っていきましょう。はい、ひばり健康ランドというところを見つけたので、ちょっと行ってみようかな。空いてればいいんですけどね、スーパー銭湯かな。お風呂に入れればお風呂に入りたいなと思ってるんですが、およそ100メートル先左方、やってんのかなこれ。まあ、とりあえず行ってみましょう。お風呂だけ入りたいんですけど。はい、あ、この、はい、はい、あ、ごめんなさい、車の鍵。あ、うん、何の鍵？靴の鍵。あ、靴の鍵。あ、これですか。あ、ありがとうございます。はい、すいません、こちらですね、500円ちょうどお預かりします。これは何に作られそうだな。いやー、気持ちよかった。普通のお風呂もあったんですけども、露天風呂も中についてまして、お客さんもね、結構いましたね。旅してて思うんですけど、お風呂はね、意外と昼間入るとなんかこうさっぱりしていいですね。なんか疲れててもこうスッと疲れが抜けるというか、長時間のドライブにも良さそうな気がしますけどね。今がですね、10時27分なんですが、そろそろね、お腹が空いてきました。お腹は空いたんですけども、途中のお店に立ち寄ってしまうとちょっとね、時間がどんどん遅くなってしまうので、またね、ローソン行ってきました。ローソンで買ったのはこちら、唐揚げくんレッド。またこれかよって感じなんですが、まあ、すごく好きなのと、あと車の中でね、移動しながら食べられるっていうのが一番良くて、こういうのにしました。この旅のね、一番の誤算っていうのが、移動距離に時間を取られすぎちゃってて、あんまりね、どっかに寄ったりってことができずにいます。特に約束とかがあるとですね、時間遅れてもまずいんで、なかなかね、その時間の余裕がないので、面白そうだなっていうとことか、
面白そうだなというか、あのご飯屋さんとかですね、あここいいんじゃないかなっていうところもあの素通りしてる状態です。もうちょっとね、時間に余裕がある旅にすればよかったなと今になって思うんですが、まあ、さっきの健康ランドみたいにですね、まあ、寄れるところは、寄りたいなと思ってはいるんですけどね。もうね、今日で7日目です。7日目になって5日目ぐらいとか、あと昨日とかかなぐらいはかなりね疲れてたんですけども、そうですね、あの一晩寝たらぐっすりという感じで、あとねさっき、スーパー銭湯じゃないな、なんつうんだね、健康ランドに寄らせてもらってですね、お風呂に入りました。外にね露天風呂がついてまして、その露天風呂にちょっと入ってきました。でなんかあのこの旅はですね、基本的にお風呂に昼間に入ることが多いです。というのが多いというかですね、そればっかりなんですけど、あの夜にはね基本的にお風呂に入ってないかな。今んとこね旅をしてる中で困ってることっていうのはね特になくて、普通の旅と違ってやっぱりこの動画を撮りながら行くんで、バッテリーの充電もしながらですね走らないといけないなと思ってたんですけども、まあねこのシガーソケットからの充電で結構いけるなっていうのが一つ、このポータブルバッテリーもですねさすがに二つあるので、こう交代交代でやってるとですねバッテリーがなくなる心配っていうのもちょっと少ないのかなと思います。最初思ったんですよ、服を入れる棚とかを作った方がいいのかなとか、そういうことも考えたりしたんですけど、まあまあ服を入れる棚とかは作る必要はなかったかなって感じですね。今回はね男一人旅なんで、あの着替えって言ってもね大した着替えがなくて、まあ、T シャツと下着靴下ぐらいのもんなんですよ。でまあ一番あの車の中で料理するのを楽しみにしてる方もいるのかなっていう感じはするんですが、まだね一回も料理してないです。であとはねやっぱりその時間に追われる感じというか、その移動時間が1日の8割ぐらいおそらく占めてるので、まあこれぐらい1日で行けるだろうぐらいの日程で組んだんでですね、まあ行けないことはないんですが、行けないことはないよねっていうぐらいの、あのでも余裕はないよねっていう感じだったりします、今のところはね。なので後半戦はできるだけそこまで移動ばっかりにならずに入れたらいいなとは思ってるんですけどね。今回ですね、山口県から、滋賀県の方を回って、あと石川か。で、新潟、山形、福島、栃木と。で、今埼玉にいるんですけれども、あのね、やっぱり思ったのが、その日本中どこ走っても、まあ日本は日本だなっていうか、日本はどこまで行っても日本だなっていうのが、正直な感想ですね。まあ運転が苦にならないんでですね、僕は。現時点でまだ全然運転し足りない感じですからね、もう7日目なのに。だから多分好きなんでしょうね、こういうのが僕は。ようやくですね、残りあと2キロということになりまして、あと6分かな。ちなみにですね、今日来られる予定の方なんですが、お二人ともですね、YouTube のチャンネルを持ってらっしゃいますので、まあよろしければですね、ぜひあの概要欄から見ていただければなと思います。すいません、お待たせしました。はじめまして、どうも。だいぶお待たせしまして。遠いところよ。いえ。でも今日終わったら次は山梨なんで、こっから山梨ってそんな遠くないじゃないですか。遠くなんです。明日が一番。楽な、ね、あ本当ですか、日程的に。日程的に僕もだから最初ラパンでしたからね、ラパンはしんどかった。荷物乗るんですけどね一応、でも後ろ見えないですからね全然。これをアオリオさんからいただきました。こちらが子供たちに
で、これが僕にということで、ワイルドワン。ワイルドワンってよくツイッターとかで見るんですよ。そうです、アウトドア用品店。関東だけにあるみたいなことですか。関東、下は京都にありますね。京都。一番下が京都まで行かないとない。名古屋でしたか。ああ、なるほど。これもうちの地元には絶対ないやつです。で、白カップをいただきました。ありがとうございました。ほんとちょっとしたものなんですけど、お醤油を。ありがとうございます。僕が大好きでいつもそれでお醤油で食べてるんで。嬉しい。いただきました。ありがとうございます。どうぞ食べてください。これが私のなんですけど、2枚よかった。ありがとうございます。これがいつも一緒にキャンプしてるバニフクさんと、はいはいはい、あと B ファミリーの。ありがとうございます。まずここに。わ、嬉しい。まず1個いただきました。あ、嬉しいです。あ、いいですね。いや、嬉しい。ここに貼りますよ。いや、嬉しいです。貼らせていただきました。ここに。ありがとうございます。 1,2,3 と3個。いい、はい、ライフとかやった時に。はい。わ、美味しい。メロンジュースだ。なんで東北にあるんだろう。なんなんですかね。こっちで見たこと。その理由もよくわかんないですけど、別に東北の会社が作ってるわけでもなさそうだし、うん、私チェリオのメロン味初めて飲みました。あ、マジですか。うん、見たことないです。昨日じゃああんまり動いてないんですね。昨日はそうですね、岩手から福島に行っただけだったんで、はい、で、明日は久保キャンプで、がっつりキャンプですよね。そうですね、僕だけは車中泊なんですけど。大阪から向こう行ったことないんで。ああ、そうなんですか。まだ、あ、沖縄はあるんですけど、その九州とか四国も含め、はい、行ったことないんですよ。へー。そう、だからニャンタンさんに出会って、もう四国行きたいって思ってて。あ、で、九州のから見てくれてる人もいるんで、九州も行きたいと思って。はいはいはい、はい。いつも山口からどの辺でキャンプするんですか、周りの県は。いや、基本的に山口県内と。県内が多いですね。広島多分1回かぐらいしかやったことがないですね。でもいいですね、向こうの人に会いたいですね。なかなか会えないんで。結構やっぱいるんじゃないですか、この辺とか。この辺はいっぱいいるんですけど、はい、やっぱり遠いところの人ですか。四国とかの会いたいですね、動画見てると。うん、僕も四国行きたいんですよね。一人だったらね、多分行けてると思うんですけど。はい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 。初帯持っちゃうとなかなか行けないですよね。まあまあ、そうですよね。うん、昨日晩ご飯食べたのが、はい、高楽園っていうあの中華チェーン店だったんですけど、はい、高楽園知ってますか。知ってます。やっぱこっちがあるんですか。全然あります。へ、いや初めて見たから。あ、なんか高楽園って店があるの。高楽園って関東にしかないんですかね。いや、うちの方とか見たことないんですよね。年季入ってる、ね、そうなんです。これすごいレアな椅子なんですけど、うん、多分30年前ぐらいのうちの奥さんが334さん的に使ってたやつです。すごい。だからもう上も剥がれちゃってるんですけど、うん、市販で売ってたやつを使ってたんですか。多分そうでしょうね、それを30年間ぐらい。すごい。で、まだ全然まだ座れるの。はい、ね、大人が座っても大丈夫っていう。だからガス缶カバーもらったじゃないですか。まあ、大事にちゃんと大事にちゃんと置いたいので。なかなかあのシングルバーナーまだ持ってないんで。あ、そうなんですか。大事に取っとこうと。綺麗にくっつけたままキープさせてます。どうも、はじめまして。これは埼玉。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はじめまして。こんにちは。ちょいを持ってきたので、ありがとうございます。すごい、ラッキーじゃん。え、今何泊目でしたっけ。今、これで7泊目になりますね。はい、やっともう、半分終わったなって。あ、そうそうそう、これ見たかった。あ、もうこの出たね。あ、すごい。一人だったら寝れるぐらい。あ、大丈夫大丈夫、どうぞどうぞ。じゃあステッカーいただきましたんで、貼らせていただきます。お二人ともあれですよね、顔出し全然。僕は全然大丈夫です。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。旅を続けます。はい、ということでですね、車中泊の旅7日目、今日はですね、埼玉県で、あおりなさんとつくるさんとお会いしてきました。
不思議なもんでね、ツイッターだったり YouTube でつながってる方とこうやって実際に会うっていうのはやっぱり楽しいですね。楽しいしありがたいです。いろいろとですね、お土産までいただきまして、僕もお土産持ってきたんですけど、その本当ね、何でもないちょっとしたものしかなかったんで申し訳ないんですけども、ありがたくいただきます。今日はですね、福島県から南下してきまして、栃木県を通って埼玉県という感じで入ってきたんですけども、栃木県の宇都宮で餃子をね食べたかったんですよ。本当は食べたかったんですけども、11時ぐらいからしかやってなくて、その11時まで待っちゃうとこっちに来るのがどうしても遅くなってしまうということで、ちょっとねそれは諦めてこの埼玉のキャンプ場の方に来ました。今6時半なんですが、8時ぐらいになったら、バンボンドさんっていう方もいらっしゃいますんで、ゆっくりお話ができればいいなというふうに思ってます。はい、車の中なんですけれども、ちょっと荷物を整理しまして、もう寝れるような状態にしてます。これがね冷蔵庫なんですが、寝る時になったらこっちに移動させるというような感じでやろうかなと思ってます。この中はね、先日、昨日ですね、昨日極上兄さんがくれたビールが入ってます。ビールを飲みながらですね、まあ、ご飯といっても今日は本当軽めのものしかないので、軽いものを食べながらですね、まあ、まあお酒でも飲めたらいいなという感じです。どうするかね、映画でも見ようかな。今ね、映画をね何本かダウンロードしてきまして、一つがですねインターステラで、次が、コンタクト、まあ、古い映画ですよね。で、あとはスタンドバイミーかな、それと2001年宇宙の旅と、結構ね古い映画ばっかりダウンロードしてきました。あとね、ちょっと気になったものとして、コンビニに今日寄ったんですが、クレヨンしんちゃんの漫画が売ってました。で、もうすぐ4人家族編と書いてあるんで、おそらくはそのひまわりが生まれる前のやつかな。クレヨンしんちゃんはね、漫画も結構面白いんですよ。で、これがね、2019年の今年の映画ですかね、クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーン失われたヒロシというのがあるんですが、こっちの映画もねすげえ気になる。いや、まあそういうことで、ちょっと漫画を読んでいこうかな。ミサエが妊娠するところから始まるんですね。なるほど、ちょっとお見せできないのが残念ですけども、これちょっと後でゆっくり読もうと思います。いや、本当ありがとうございます。で、ありがとうございました。またなんかゆっくり、はい、機会があれば、ゆっくり、はい、やりましょう。またはい、ぜひぜひ。じゃあ気をつけて、はい、じゃあ気をつけてありがとうございます。そうだよ、体調には気をつけてください。ありがとうございます。ちょっと気をつけていきます。じゃあね、バイバイ。バイバイ、ありがとうございました。またはい、ありがとうございます。じゃあまた。バンボンドさん、お待ちしないといけないんですけども、ちょっと先に一杯やっちゃおうかなと思います。もう7時過ぎましたしね。あ、どうもこんばんは。あ、どうも、はじめまして。いい、とんでもないです。今日千葉から。そうです。あ、どうもこんにちは。自分のは自分で作ってるっていう、はい、なるほど。ありがとうございます。あ、嬉しい、買っていただいて。ついでにこのもう一個のチョムスの方も。そうです、チョムスはね。そう、あ、いいですか、それも貼ってくださるんですか。はい、嬉しい。ぜひぜひ。どっちもうちのはい、チビじゃなくなっちゃったチビさんが描いた絵なんで。あ、そうなんですか。はい、豆男と、鳥みたいな。違うは、チョム鳥って言ってるんですけど、チャムスの鳥描けって言ったら、そういうそのスペックでした。なるほど。いや、こんなんでしょうとか言って、いや、全然。
いいっすね、味があって映画。ありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとうございます。貼らせていただきました、これシールを、ステッカーを。国津兄さん会いたかったね。あ、マジで国津兄さん会いたかったな。国津兄さん好き。うちな国津兄さんばっかり見てるわ。国津兄さんの動画綺麗だよな。よく作ってるよね。うん、すごい。だってあの頃登山のこの間のなんだっけ、なんかなんとか山、あの山のやつとかすごい綺麗だったじゃん。兄さんとかね。兄さん必ず見てるから。あとね、60人くらいで5000人になるんですよ。はい、そうなんですか。それで、4000人の記念って言ってくれたんですね。隠し撮りして。令和元年っていうのがいいですね、また。そうそうそう、令和元年っていうか、それもらった時泣いちゃって大泣きしてその時ね、飲んで飲んでって言われたんですけど、はい、もったいなくて、諦めなくて、泣いちゃって。つくるさんも来てたんですか。そうです、さっきまで、ここにステッカー貼ってあるね。さっきもらってですね、つくるさん動画かっこいいんですよね。このビデオカメラもあれですよ、その子供が生まれるっていうんで、じゃあ買っちゃうかみたいなやつなんで、8年前ぐらいの。同じだ。あ、じゃあ同じぐらいのですか。生まれた時じゃないよね。生まれた時じゃなくて、小学校入学した時で。運動会かなんかで。そう。入学式。だから入学する時か。わからない子いかがですか。マジですか、いいんですか。冷めちゃいましたけど。あ、いいよ、ありがとうございます。あとあれはちゃんと自分で作ったやつ、あのナイフケースというか。そう、それ応募したけど当たんなかったね。あ、かっこいい、ほら。うん。でも軽いんだ、ほら。あ、軽いです、軽いです。ね、すごく軽い。レザーってなんか重いイメージがあって。一応あの、あれなんですよ、これ2つ皮を重ねてて、緑のやつと。あ、ほんとだ。あ、色が。はい、はい。あ、裏張りしたんとしてある。そう、なんかそれで見て、はい、でしたら誰だっけ、なんかちょうどその庄司さん企画みたいなやつで、はいはいはい、でそのレザークラフトの教室に行ったんですね。へー。その OD 館とかになると要するにキャンプだけになっちゃうじゃないですか。この辺のさ、キャンプ場とかあるようなところ近くのコンビニって結構いろいろ売ってるのが、薪も炭も売ってたりするんですけど、やっぱりそのでしょ、トイレびっくりするのが気になるんだよ。はい、そういうことでですね、7日目が終わりました。青里奈さんとつくるさんとバンボンドさん、お会いしまして、楽しい時間をですね過ごさせていただきました。で、明日なんですけれども、明日は山梨県に行くということで、まあ8時ぐらいにこっちを出れば、まあ山梨の方も遊べるのかなというふうに思ってます。旅もですね、12日間の中で、7日間もう過ぎましたんで、あと5日間ぐらいしかないんですけれども、まあ残りのね、楽しい時間を有意義に過ごせたらいいなと思ってます。今日はね、もう遅くなったんで寝ましょう。ということで、おやすみなさーい。